こんにちは。今日はこれです。だいぶ涼しくなってきましたので、今日はグリューワインをご紹介させていただきたいと思います。こちらなんですけども、冬の間に飲まれるワインでございまして、こちらのワインなんですけれども、オレンジ、レモン、シナモン、クローブ、アニスと何か入ってるはずなんですけども、そちらを漬け込まれて作られたワインですね。今ちょっと肌寒いんですけども、かなりこれ飲むと体が温まりますので、あえて T シャツで来ました。こちらクリスマスマーケットとかで本来飲まれている、外で歩きながら飲まれているワインなんですけども、本当に寒いところで飲む方が美味しいんですね。家の中で、こたつの中で飲むよりも絶対外の方がうまいので、ベランダで星とか見ながら寒い夜に飲むとか絶対やってみた方がいいと思います。それではいただきます。乾杯。うん、美味しい。めっちゃうま。こちら使ってるカップなんですけども、オスロのカプチーノカップっていうやつですね。通販とかでもよく売られてるやつなので、これすごいグリューワイン便利なので、もし耐熱ガラスのカップとかなければ使ってみてください。今これ一口飲んで少し経っただけなんですけども、すでに体がポカポカしてきて、 T シャツでもそんなに寒くなくなってきました。さすがに真冬じゃできませんけど、こちら通販とかでなくても、クリスマスの時期に、六本木ヒルズと、あとは大阪の方でクリスマスマーケットをやってるんですね。お買い物しながら飲んだりできますので、ぜひ行ってみてください。少し私はベランダで味わっていたいと思います。それではまた。ありがとうございました。